はい、どうも、ウミです。本日は大人気アイドルの愛され妻ですが秘密婚なので軟禁されていますというゲームを実況していこうと思います。タイトルが長い、一息で私読めなかったもん今いやーすごい、でもなんかラノベにありそうなタイトルですねこれで、大人気アイドルともう芸能人種プンプンするんですけど、大人気アイドルの愛され妻だから左の子が妻なん、アイドルちゃんなんだよね。で右は芸能人なのかな、サングラスかけてるから芸能人か。ではやっていきましょう、ニューゲーム。もうサングラスイコール芸能人だからね。サングラスで、マスクつけてる人は絶対に芸能人。やっぱり誰かを愛するっていう気持ちが生活意識を高めているんだと思います。俺もペットを可愛がるのが趣味ですし。わら、レイ、レイって男だよね、俺って言ってるし。ペットを可愛がるのが趣味ですし。ほう、まあ、ペットは可愛いけど、うん、あ、めぐみちゃんか、え、全然違うじゃん。誰、レイって誰、カズキじゃん。何読んでるの、めぐみちゃん。カズくん、このペットって私のこと、あ、なるほど、芸名ってことね。あ、やっぱじゃあカズくんもあれか、芸能人だって。結婚してるって公表してないし、秘密婚なんだから仕方ないじゃん。でもめぐちゃんをめでるのは好きだよ。あ、だからそう、秘密だからペットって言ったのが。私だって不満があるわけじゃないけど、でももっとデートとかしたいよ。いや、秘密婚だったらデートするのも一苦労じゃん。ごめんね、この部屋から出してあげられない。その代わり不自由はさせてないでしょ。ご飯も掃除も全部してあげるし、めぐちゃんのお手入れも僕の仕事だし、仕事っていうか趣味だし。そうだね。あ、もうこんな時間だ。今日はインタビュー取材なんだ。インタビュー取材なんだ。3時間ぐらいで帰れると思う。僕の奥さんはいい子だから、おとなしく待てるよね。もちろんだよ。なんでそんな詰まったの一回。うん、じゃあ行ってくるね。え、待って。大人気アイドルの愛され妻ですが、だから、男がアイドルなのか。カズキくんは私より2つ年下の今をときめく人気アイドル。幼馴染で偶然再会して結婚して。私は彼に不満はこれっぽっちもないけど、人気アイドルが結婚してるなんて公表できないからって秘密になってる。まあそうね、特に今大人気ならまだ言うべきではなさそう。それにも別に不満はないけど、今日は絶対に外に出なきゃいけない。クレカ使うと履歴でバレちゃうし、コツコツ貯めたお小遣いで、よし、今日この日、私はこの部屋を脱出してみせる。あ、そういうゲーム脱出って言っちゃったよ。もう不満ありありの発言じゃないそれ。じゃあとりあえずセーブし、お、もうセーブ、あ、オートセーブなんだ、すごい。アイテムない、うん、オプション、あ、オプション、はい。スワめぐみ奥さん、体長1550、やる気310、年齢23歳。いいね、私と同い年だ。はい、2人のくつろぎスペース。いやいや、そんな場合じゃないんだ。外に出る方法を考えなきゃ。ここには手段がなさそうだな。まあないだろうね。あ、なんか音符が減った、左上の。はい、うちはタワーマンションで危ないから出ちゃダメと言われてる。すぐ上は屋上。ここからなら出られるかも。でも何か道具入りそう。何、そっから出るの。え、危なすぎん、勇者すぎん、はちゃめちゃすぎん。ドイツ製のふかふかのベッド。普段は想像できないけど、多分高いのだろう。ベッドか。布団に入る、ベッドの下。何それ。布団に入る。お布団は包まるものだよね。あー、落ち着く。ずずずずず。寝ちゃったー。あはは、帰ってきちゃった。ただいま。わ、帰ってきちゃった。めぐちゃん、ただいま。いい子にしてたんだね。さすが僕の奥さんだな。えへへ。何かしなきゃいけなかった気がするけど、まあいいか。委員会あ、終わった、エンド。変わらない毎日。まあ不自由してないし、こんなイケメンのね、旦那がいるならもういいじゃん。もうそれで十分ですよまあそういうゲームじゃないんだけど、はい。まあ一つ目のエンド回収と、4つエンディングあるらしいんで、まあいろいろ他にも調べましょう。これはここ、あ、ここか。カズくんが使う高級包丁には厳重な鍵がついて、包丁に厳重な鍵？私のは安全のお子様包丁だ。いつもカズくんが美味しいご飯を用意してくれるけど、ご飯まで用意してくれるの？カズくんなんていい旦那。奥さんとして年上としてこれでいいのかな。何か作ってみ、お、作ろう。よし、頑張って作ってみよう。材料何があるかな。
何がある？え、あ、帰ってきちゃった。ただいま。あれ、カズくんもう帰ってきちゃったの？うん、きっかり3時間。あれ、めぐちゃんなんかいい匂いするよ。うん、あのカズくんよりずっと下手なんだけど、手料理作ってみた。めぐちゃんが？大丈夫？怪我してない？すっげー心配されよう。してないよ、包丁だってお子様用のだし、ここ IH だし火とか出ないし。でも火傷とか心配だよ。でもどうして料理なんか？カズくん忘れてる？今日はカズくんの誕生日だよ。こんなものしか用意できなかったけど。カズくんの誕生日だから外に出て、あれか、プレゼントを用意したかったんだ。めぐちゃん。はい。すごく嬉しいけど危ないから、めぐちゃんはもうキッチン入っちゃダメ。そんなに？すっげー出来合いだね、本当に。あう。それで何作ってくれたの？カレーライス。やった、一緒に食べよう。お腹減っちゃった。なんつう幸せな。エンド、誕生日はカレーライスで。いや、なんかちょっとさ、闇部分あるのかなって思ったけど、全然ないじゃん。本当に。ただただ幸せな夫婦って感じ。じゃあ、もうエンド2つ回収しちゃったよ。まだ下もあるよね。はい、あ、お風呂入っちゃおっか。入浴シーン、なんかご褒美シーンない？2人で入っても余裕なくらい広い。お風呂か、しばらく1人でゆっくり入ってないな。1人でゆったり入ろう。なんで？ねえ、何時間？え、3時間お風呂入ってたの？だってさっき3時間で帰ってきたよね。ただいま。うわ、帰ってきちゃった。めぐちゃん、ただいま。いい子にしてたんだね。さすが僕の奥さんだな。いや、何時間風呂入ってたの？めぐちゃん。えへへ。何かしなきゃいけなかった気がするけど、まあいっか。あ、一緒だ。変わらない。これは変わらないんだ、エンディング。なるほど。じゃあ、お風呂はダメでしょ？入っちゃう。じゃあ、ここ。インターネットに繋がってる。お、いろいろあるね。無料漫画を読み漁る、動画サイトを見る。通販を利用してみる？通販、お急ぎ便、1時間で到着。早っ。ガラス割りハンマーを買う。ブレスレット。何ガラス割りハンマーって。あ、これで外に出るってことか。あ、なるほど。でも多分脱出が一番の目的なんで、それがハッピーエンドだと思うと考えれば、ブレスレットを買う。で、誕生日プレゼント。ただいま。もうこんな時間？お帰りなさい、カズくん。うん、めぐちゃん、何か隠し事してない？なんで？クレジットカードに利用履歴があったから。何かと、うわ、めっちゃ見るじゃん、ちゃんと。あ、結構束縛期、まあ束縛期が軟禁してるから。どうしたの？気をつけなきゃって思ってるのに、バカ、私、バカすぎる。サプライズの意味がない。めぐちゃん？あの、誕生日プレゼント、ブレスレットなら私のことバレないかなって。あ、今日そうだっけ？うわぁ、嬉しい。ありがとう、めぐちゃん。自分の誕生日は忘れんだろう。忘れてたの、本当に。喜んでもらえてよかった。早速今度のグラビア撮影につけよう。うわ、匂わせるじゃん。それはやめよう。あ、やっぱり秘密妻。おお、エンドもう3つ回収しましたね。やっぱり秘密妻。なんかね、いいんだけど、でもちょっとやっぱ嫌だよね、秘密っていうのは。もっと堂々としたいよね。大変だ、芸能人って。じゃあこれ。ん？クレジット。あ、ここで読めるんだ。あ、すごい。へえ。はい。クレジットを読みました。ありがとうございます。すごい。今のところ3つ回収したけど面白いです。じゃあ、ここで、動画サイト見てみる。多分変わらない毎日になりそうだな。だよね。いや、何時間動画サイト見てたの？めぐちゃん、意外と廃人だね。じゃあ次、ここ見ていこうと思います。はい。あ、鍵ね。外から鍵がかかっている。中からは鍵は開かない。さすがにここからは出られないな。鍵、外からかかってるし。外からの鍵、へえ。じゃあここでガラス割りハンマー買おうか。通販。あ、いや、待って、その前に無料漫画読み漁ってみよう。まあ、一緒ですよね。はい、全くもって一緒でしたね。内容も、あの後。じゃあ、通販利用でガラス割りハンマー。ん？あ、ガラス割りハンマー。車なのに通じ、なんか書いてたよね、今。え？ちょっと待って、荷物。ガラス、あ、車などに閉じ込められた時に窓を叩き割れるハンマー。そういう、それ専用のハンマー？セーブ、はい。じゃあ、これで割っていきましょう。
うちはタワーマンションで危ないから出ちゃダメと言われている。何か道具いりそうだな。ここで、あ、ここを選択するってこと？はい。え？違うの？ガラス割りハンマーじゃないの？え？そういうことじゃないんだ。ここでガラス割りハンマー。鍵割る。え？ガラス割りハンマー持ったけど使えないよ、全然。使えないもん。え、もう一回調べてみる？危ないから出ちゃダメ。すぐ上は屋上。でも何か道具いりそうだな。あー。ガラスで割って出るのかと思ったけど、でも屋上、そんなね、上にいたら、上の階だったら普通出られないよね。あ、だから足りないんだ、材料が。ってことなのかな？あと何、あ、お布団まだ調べてなかったよね、一回。ベッドの下を調べる。なんでこんなものが？まあいいや、もらっておこう。え、何？あ、ロープ出た。出た。あ、待って。なぜかベッドの下にあったロープ。なぜか赤い。これさ、めぐみちゃん縛ろうとしてんじゃないの？ちょっと変態だよ、飛んだ。これで、こういうわけでもない。じゃあ調べればいいかな？はい。ここから出た！出られるかも？でも何か道具がいりそうだな。あ、脱出を試みる。試みよう。え、大丈夫？いくらあれだからって、そんなロープとかあるからって無理でしょう、タワーマンションのね、上の階だったら。よし、これで外に出られるぞ。あ、ベランダ用の靴がある。借りよう。まず窓ガラスを割って。いや、普通にサイコパス発言だから、めぐみちゃん、それ。まず窓ガラスを割ってとか言って割ってる女、怖いから。割れた。靴を履いて、次にロープを屋上のフェンスに引っかかった。よし、登るぞ。うわぁ、大学時代、ワンダーフォーゲル部だった。このめぐみ様を舐めるな。ワンダーフォーゲル部、初めて聞いた。何それ。あー、すっかり時間経っちゃった。携帯も部屋に置いてあるし、カズくん怒ってるか。もう、用は済ませてきたってこと？普通に、やばいでしょ、これ絶対。いや、怒ってるでしょ。カズくん、ただいま。なんで外出たの？ねえ、なんで僕に何か不満があったの？ない、そんなのない、全然ない。じゃあなんで一人で出たの？これ期間限定のパティスリーのケーキ。カズくん、誕生日でしょ。ネット予約はできたんだけど、取りに行くのが直接行くしか方法なくて。メグちゃん、ごめんねカズくん、窓割っちゃったし。いや、ほんとそこが一番やばいでしょそしてロープで下まで降りたんでしょ。もう野生児じゃん、めぐみちゃん。うん、僕の奥さんがここまで行動力のある人とは思わなかった。怒ってないの？僕のために予約戦争をしてまで勝ち取ってくれたケーキでしょ。嬉しいよ。よかった。でももう危ないことはやめてね。いや、これはでも怒っても仕方ないでしょ。窓割るし、危ないし。ごめんね。まさかベランダから屋上に行くなんて思わないもん。セキュリティもっとしっかりしなきゃ。ベランダから屋上に登って降りたってこと。あ、そういうことね。あ、びっくりした私。もうその屋上、超上の階からロープ下まで下ってったのかと思ってた。そういうことか。はは、余談だけど、私の存在がマスコミにバレるのはもう少し先のお話。あ、バレるんだ。大丈夫それ？セキュリティは万全に。いや、本当ですね。はい、エンディング4つ回収しました。いやー、どれもやっぱり全然ドロドロというかね、束縛期ななんかヤンデレ風味は感じなかったから、すっごいいいお話だったんですけど、でもよく考えたらね、普通に軟禁されてる時点でもうやばいか。